aja ya. Apa, bareng aja. ではインドネシアの楽器アンクルンの演奏です。演奏してくださる皆さんは先端技術大学院大学の学生さんとそのご家族です。それではナイスターズの皆さんお願いします。うわーせーのサラマチア。はい、皆さんこんにちは。先ほどのスラマチアンとはですね、インドネシア語の挨拶で、日本語ではこんにちはという意味です。私たちは奈良先端科学技術大学院大学で留学しているインドネシア人です。この度、インドネシアの伝統的な楽器を発表させていただきます。これはですね、竹でできた楽器、アンクルンと言います。このアンクルンでインドネシアに伝わる歌をお送りいたします。今日は3曲をやらせていただきます。最初はインドネシアプサカという歌で、インドネシアに深い愛情の歌です。日本語で歌わせていただくので、歌詞をご存知の方はぜひ一緒に歌いましょう。皆さんに楽しんでいただけるよう精一杯パフォーマンスさせていただきます。それでは1曲目、インドネシアプサカ、どうぞ楽しみください。Indonesia, my race, we are.
皆さんどうでしたか？先ほどの歌、インドネシア語サカいかがでしたか？今から2曲目の準備をさせていただきます。次はグンドルグンドルパチョルという歌です。にぎやかなリズムで元気な効果を出させてくれるので、子供頃の思い出を呼び返してくれます。2曲目グンドルグンドルパチョル、皆さん楽しんでください。グンドルグンドルパチュルでした。それでは3曲目で最後の歌になります。次は日本の歌をやらせていただきます。この歌がインドネシアで大ヒットしました。今でもこの歌を知らないインドネシア人はないと言われたほどの人気ぶりです。何の歌でしょうか？皆さん当ててみてください。どうぞ。Thank you.
ご存知の方いらっしゃいましたか？はい、先ほど流れた歌は心の友という歌です。1982年に逸話真由美が発表した曲、今でも関わらずにインドネシアの人々から愛されています。そればかりか全く日本語が話せないにもかかわらず、心の友の歌詞を暗記している人も中にはいます。心の友はインドネシアで最も人気のある日本の歌と言えると思います。それでは私たちのパフォーマンスはこれで終了です。最後にこのような素晴らしい機会を与えてくださったイコリュー音楽祭の皆さん、本当にありがとうございました。せーの、ありがとうございます。